今年こそ金メダルなるか、ベルベル・シェーンフェルダー組の登場です。フランス代表デロベル・シェーンフェルダー組、フリーダンスはピアノレッスンのサントラに合わせ、手話で心を通じさせる恋人同士を演じます。最初のリフト、ローテーショナルリフト、降りた後も綺麗でしたね。そしてところどころにシワを入れていきます。これも素晴らしいバランス。このダンススピンのポジションも決まっていますね。素晴らしいです。二人が心を一つにステップを刻んでいきます。彼らにとっても初めての金メダルがかかっていますからね、はい、この後半大事に滑っていくことですね。まずはツイズルですね。二人の息とても合っています。カーブリフト、そのまま女性を肩の上に乗せてローテーショナルリフト、コンビネーションリフトを持っていきました。リフトのつなぎもとてもいいですよ。そしてここからはミッドラインステップです。今年のグランプリシリーズはフランス大会で12シーズン目にして初めての金メダルを獲得しました。世界フィギュアも初金メダルとなるか。サーペンタインリフト、男性の足、女性のポジション、これも難易度の高いリフトになりますね。足のストレートラインリフト、最後のメッセージは I love you forever。 恋人を演じ切った2人、抱き合います。金メダルはこの2人の胸の中に飛び込んでくるか。スカンジナビアム、スタンディングオベーション、多くの
お客さんから拍手をもらっている2人です。あ、でも最初から最後までとても落ち着いていましたね。はい、ベテランならではという演技を見せてくれました。コンパルソリーダンス、そしてオリジナルダンスと終わって周囲を守ってきましたので、はい、このフリーダンスでもぜひ守りたいというのはあるでしょうね。そうですね、まあ、普通にこのカップルが持っている力を練習通りに出すことができれば間違いなくメダル確実となるわけですから、よくやはりこの難しい状況で気持ちをコントロールできたんじゃないかなと思います。今日は手話を通じて心を通わせる恋人同士という演技だったんですが、まあ、フィギュアスケートはもともと喋ることはなく体で表現するスポーツなので、またそれを見る側も想像しながら見るというのもまた斬新で面白いプログラムでしたね。よく物語が見えましたね。はい、まあ、そしてやはりつなぎの部分、スケーティングからそのリフトに入る場面、リフトから次に移る場面、その流れに乗って非常にその隙のないプログラムに作られていたんじゃないかなと思います。まずはテクニカルエレメンツ、会場からも大歓声 53.57、 プレゼンテーションスコアは 51.39、 喜びを表現しているこの2人、シーズンベスト 101.95 を超えて 104.96、 シーズンベスト更新となりました。そしてコンパルソリーダンス、オリジナルダンスと合わせましてトータルは 212.94、 激しく喜んだデラベル、もちろんシーズンベスト更新、金メダル獲得なるか、現在トップ。